はい、こんにちは、木下敦夫です。鳩場の学校通信の9月号をお届けします。今年は雨が多かったせいか、夏が一気に通り過ぎてしまったっていうような印象を受けます。残暑もなく秋の空気になっています。今月の2日から28日まで、メリケンギャラリーの方で鳩場の写真学校クラス展が開催されます。ピクニッククラス、ネクストクラス、作品制作クラス、合計4つのクラスが、1週ずつ4週間にわたって、半年間のまとめの展示をします。写真は撮るだけじゃなくて、写真展などに出展することによって上手くなっていきます。なぜかというと、自分の写真を見つめ直すきっかけになるからです。また写真のセレクトをする過程で自分の撮りたいテーマが決まったりします。半年間の成果をまとめたクラス展にぜひお越しください。今月の鳩場チャレンジは写真をまとめるです。自分の作品だけでなく、お友達の結婚式なんかでね、撮影してあげた写真とか、撮影した写真をまとめる機会というのは、秋に向けて増えてくるんじゃないかなと思います。フォトブックにするとか、スライドショーにするとか、ぜひこの機会に写真をまとめるね、機会にしていただければと思います。ポイントの一つ目です。まとめるテーマを決めてみてください。闇雲にいろんな写真を集めてくるということではなく、一つのテーマを決めることによって写真をセレクトしやすくなります。お友達の結婚式だとか、それから旅行記、イベントごとにまとめるとか、そういうテーマですね、テーマを作ってみてください。二つ目です。写真をまとめる前にタイトルをつけてみてください。タイトルをつけると、タイトルに合わせた写真を選べるようになります。そうするとまとまりやすくなります。3つ目です。時系列でまとめないのがポイントです。撮った順番、時系列にまとめていくというのは、撮った人はわかるんですけど、見てる人にはわからない情報です。なので、時系列にまとめていくというよりは、物事起こっていくことで、まとめてもらった方がいいと思います。ポイントの4つ目です。あれこれ欲張らないのがポイントです。写真をセレクトしていってると、あれも入れたい、これも入れたいということで、てんこ盛りになってしまいます。そうすると、最終的に自分は何を言いたいのかっていうことが明確にならない場合が多いですので、できるだけ入れたい写真に絞って選んでいく、そしててんこ盛りにしないということがポイントです。5つ目です。いい写真を選ぶポイントは2つあります。1つ目は大きくプリントして見てみる。2つ目は長時間、長い時間をかけて写真を見てみる。この2つが良い写真を選ぶポイントになります。ちっちゃい写真でこうやって見てると、よく見えない部分っていうのが結構多いんですけど、大きくしていくとちょっとピントがずれているとか、それから構図があんまり良くないということが、大きくすることによってはっきりとわかるようになります。それから長い時間こうやって見てくると、人っていうのはね、写真が飽きていくんですね。だんだんこう見てると飽きてきます。で、いい写真っていうのは、ずっと見ててもなかなか飽きないっていうのがありますので、これいい写真セレクトしたいなっていうふうに思った時とか、それからどっちの写真の方がいいかなって迷った時には、一つ大きくプリントをして見てみる。それからもう一つ目は、そのプリントされたものを長い時間見て、飽きなかった方を選んでみる、そういうふうにしてみてください。それではこの秋の夜長にぜひ撮影したもののセレクトをしてもらって、写真を一度まとめるきっかけにしてみてください。それではまた9月、10月と授業でお会いしましょう。では。